品種出ています。ハンガリーのユリア・セバスチャン、25歳のベテランが登場してきました。5年連続のハンガリーチャンピオンということで、まあ、ハンガリーでは本当に敵なしの存在です。ジャンプを飛ぶと素晴らしいジャンプを飛ぶんですが、それがきっちり3つ入れることができるかどうかのショートですね。今日も3回転をまず最初に入れてきています。曲はシューベルトのセレナーデ、穏やかな曲調で始まりました。まず3回転トリプルフリップ、ダブルになっちゃいましたね、はい、回転数が足りませんでした。そして続いて3回転2回転を予定していますが、大丈夫ですね。これは大丈夫です。はい。そしてフライングキャベルスピンです。はい、さらにボーナススピン。まあ、この中国大会は日本からは浅田舞、中野ゆかり、澤田亜希が登場してきます。そしてスパイラル。状態を3秒以上しっかりとキープしなくてはいけません。最低3つやらないといけないんですね。はい、ちょっと今の短いような気がしたんですが、そしてこの後ダブルアクセル、これはどうでしょう。大丈夫ですね。これは落ち着いて決めてきました。はい、モスクワ生まれでハンガリーのブダペスト出身。トリノオリンピックでは18位でした。さあ緊張が変わって、テーマはセレナーデ、まあ、恋人の住む家の窓の下で恋の歌を歌う、まあ、そんな情熱的なパートに今変わってきました。さあこのスピンです。回転速くてとってもいいスピンですけどね。ハンガリーのユリア・セバスチャン、25歳。そして今見えているのはエミリー・ヒューズ、この後滑りますアメリカの17歳。最初のフリップがもったいなかったですね。そうですね、はい、ちょっとまあ力が入っちゃったのか3回転が2回転になってしまいましたが、これはあの最初のジャンプというのはどの選手も決めるか決めないかでその全体のリズムというのを大きく左右するようですね。ありますからね、はい、まあ、ショートは本当に3つしかやらないですから、はい、まあ、そのために多分大抵はまあルーツから入るんですけども、ユリアさんの場合はフリップから入りましたね、はい、それも単独から入りましたので、まあ、そこで決めといてという感じだったとは思うんですけども、残念でしたね。調子がいい時のこの人の、まあ、ジャンプの良さってのはどういうところなんですか。高さとそれからジャンプ降りた後の流れですよね、はい、今のはルッツのコンビネーションだったんですけども、はい、高さがありますでしょ。非常にいいジャンプの質を持っている選手なんですね。まあ、25歳ということでこの今若手が台頭している女子フィギュアスケート界ではもうベテランに入ってくるわけなんですけど ね、まあ、今のがダブルになってしまった最初のジャンプなんですけども、はい、まあ、もったいないですよね。あれだけの高さがあれば4回転もいけそうな感じですもんね。その最初のジャンプの失敗が得点にどう影響してくるか。
ハンガリーのユリア・セバスチャン。この人のシューベルトのセレナーダにどんな得点が出るんでしょうか。まあ、このキス&クライでの会話はどんな会話をしてるんだろうなと思いながらいつも実況席で見てるんですけどまあコーチはだいたい前向きなことを言ってるんですかね、失敗した場合も。うん、そうですね、はい、まあ、そのコーチのタイプにもよりますしそうです、はい、さあ得点です。ユリア・セバスチャンのまず技術点が出ます。 27.70 です。そして5つの項目の合計からなります。こちら演技構成点、これは 25.12。 ハンガリーのユリア・セバスチャン、ショートプログラムの得点は 52.82。 2人を終えた時点で現時点でトップに立ちました。